日本テレビ本社イコール東京、汐留アイドルグループ、ニュースの小山圭一郎と加藤茂明が、週刊文春に未成年との飲酒について報じられたが、加藤は日本テレビ系ドラマ、ゼロ一攫千金ゲーム、7月スタート、毎週日曜22時30分チルダ、の主演に変更がないことが、同局への取材で明らかになった。当ドラマはすでに、クランクイン。今年がニュース15周年ということを記念して、メンバーの小山、増田貴久、瀬越優也が、ドラマの軸となる重要な役柄で、それぞれ友情出演することも決定していたが、この出演変更については未定だ。また、同局では、6月14日に開幕する、FIFA ワールドカップロシア大会、のテーマソングを、ニュースの、ブルー、に決定しているが、こちらも変更の予定はないとしている。なお、小山は、同局系ニュース番組、ニュースエブリドット、のキャスターを務めている。は、7日の同番組に冒頭生出演して謝罪し、当面出演を見合わせることを発表している。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。